ウドオンターニー駅は、太陽国東北部ドオンターニー県、ムアンウドオンターニー郡にある、太国有鉄道東北本線の駅である。ウドオンターニー駅は、太陽国東北部ドオンターニー県の県庁所在地であり、人口約43万人が暮らす、ムアンウドオンターニー郡にある、太国有鉄道東北本線の駅である。駅の正面側が、市街地であり、 町の中心部に位置する。駅前は、タイの駅前の中では屈指の賑やかさである。またバスターミナルまで徒歩圏内であり、旅行の自由度が増す。クルンテープ駅から5 6 8 8 4トル地点に位置し、最速の急行列車利用で10時間程度である。一等駅であり1日に12本の列車が発着しその内訳は、急行3往復。 快速1往復、普通に往復である。このうち4本は当駅が、始発、終着駅である。1941年6月24日に、開業し、しばらく終着駅であったが、1955年9月13日に、ナーター駅まで、延伸開業したことにより、中間駅となった。単式及び、島式一面の複合型ホーム2目2線を持つ、 地上駅であり、駅舎はホームに面しており、コンクリート製のモダンな西洋風建築である。ありがとうございます。